お兄ちゃんたちこんにちは。お前らこんにちは。さあ、ようやく4つの学派の解説が終わったわね。比べてみると、随分違いがあるもんだよな。ほんとはね、細かく言えばもっと分かれるんだけど。ただ、国内の経済議論を、大枠で把握するには事足りると思うわ。なんとなく、血液型性格判断みたいな感じだよな。だから、完璧に当てはまるというより、あくまで大枠ね。そうは言うけど、それぞれ解説されると、傾向ぐらいはつかめると思うぞ。そこで今回は、各経済学派が現実の経済問題にどう対処するかね。言ってみや、応用問題ってわけだな。それでは、ゆっくり妹の経済学講座。始まり。今の経済状況でよく問題視されるのが、企業の内部留保と呼ばれるものね。マルクス的に言えば、資本家の搾取だよな。実際、アベノミクス以降も積み上がってることから、大企業優遇と批判される現況ね。この金が使われれば、景気ももっと良くなりそうだもんな。内部留保は、正確には利益余剰金というもので、現預金だけじゃなく、土地設備といった固定資産も含むから、全部が全部、お金ってわけじゃないんだけどね。でも、現金だってあるんだろ。そうね。この企業が持っていても使われないお金を、各学派がどのように解決しようと考えるかね。まず、大前提として、企業はお金を持っているだけじゃ利益を生まないから、何らかの形で、使うのが普通なのよ。金ってのは、何かと交換する手段だから、持ってるだけじゃ何も意味ないんだもんな。お兄ちゃん、勉強の成果が出てるわね。詳しくは、第4回の動画参照だな。企業活動の目的は、常に新たな商品開発をすることで、利益を生み、より企業を発展させるってサイクルね。俺も勘違いしてたけど、金儲けをして、金を貯め込むのが目的じゃないんだよな。だから、内部留保を蓄えるって行為は、本来の企業活動の目的に反しているの。そこで、古典派経済学はこう考えるわ。本来、投資を行うはずの企業が、投資をせずに自己資本を蓄えるのは、有望な投資先がなかったり、何らかの規制が投資を阻害しているため。うわ、それめっちゃ言いそうだわ。そこで投資を行える環境を整備するため、規制緩和や産業構造改革、法人税減税などを考えるわね。いわゆる新自由主義っぽい解決策だな。これを新自由主義って言われると困るんだけど、一般的なイメージではそうね。次にオールドケインジアン。企業が投資を行えないのは、需要不足で商品を作っても売れないため。そこで、政府が代わりにお金を使い、需要を増やして企業に投資をさせようとするわ。こっちは、一般的にイメージされるケインズ政策だな。まあ、オールドだからそうなるわね。お次はマルクス経済学。経済は、資本家による労働者の搾取だから、資本家がお金を蓄えるのは当然。そこで、搾取された賃金を適切にするため、最低賃金の引き上げや、内部留保課税を考えるわね。日本の野党はまさにこれだな。そうね。野党が言うのは当然なんだけど、保守気取りのどっかの都知事も、同じようなこと言うから厄介ね。グリーンじゃなくて、赤だなそや。最後にニューケインジアン。企業がお金を蓄える理由、それは人がお金を蓄える理由と同じと考えるわ。人と同じ。例えば、お年寄りがお金をたくさん持ってるとかって言われるけど、お年寄りがお金を貯め込む理由って、ケチだからとか、買いたいものがないとか、それ以外で、一番の理由ってなんだと思う？そうだな。万一、病気にかかった時の備えとか。そうそれ。つまり将来に対する不安があるからで、これは企業も同じだって考えるの。へえ、そんな着眼点になるのか。そう。これこそが、ケインズの言った人がお金を貯め込む性質、流動性先行よ。おお、中二病っぽくてかっこいいわ。ニューケインジアンは、将来に対する不安。言い方を変えれば、
将来予想の変更をしない限りは、規制緩和や賃上げ、オールドのような財政出動をしても、企業がお金を蓄える状況は、変わらないだろうと考えるわ。ああ、だから期待が大切になるんだな。そこで、金融緩和でお金を増やし、お金の価値が減ると予想させることで、世の中のお金が流れるスピード、流通速度に働きかけて、たとえお金を手放しても、自分の手元に返ってくる安心感を持たせようとするの。期待期待っていうのはそういうことなんだな。経済理論で話しても、わかりにくいかもしれないから、今の話をお兄ちゃん国で例えるわ。おお、久しぶりだなそれ。お兄ちゃん国では、国民は田んぼで稲を育てていたけど、長い間、水不足に悩まされていました。俺の国が水穂の国になったぞ。国内では、様々な経済学者が解決策を議論していました。なんだこの紙。お兄ちゃんもちょっと協力してね。まず、古典派経済学者はこう言いました。我が国の水不足は環境変化によるもので、この環境に対応した稲の品種改良が必要です。また国民の働き方にも問題があるので、もっと効率的に農作業ができるようにしなければなりません。次にオールド・ケインジアンはこう言いました。稲の育ちが悪いのは、水がないせいだけなのだから、よそから水を引いてくればいいのです。私が池の水をポンプで汲み上げ、田んぼに流して問題解決ですよ。そして、マルクス経済学者はこう言いました。我が国の水不足は、一部の地主が水を独り占めしているからです。あいつらの溜め込んだ水を、貧しい農家に分け与えれば、みんな平等に稲を育てることができるでしょう。ケンケンガクガクの議論がされている中、ニューケインジアンがやってきて、こう言いました。皆さん、川上の方をご覧なさい。あそこにダムが見えるでしょう？この国では、20年前からダムのバルブが閉められていて、水不足はそのせいなんですよ。ニューケインジアンがこう言うと、他の経済学者が大笑いしました。おいおい、国内最高の経済学者たちが、20年かけても、解決できない問題の原因が、そんな理由だと本気で思っているのか。嘘だと思うなら、バルブをちょっとひねってごらんなさい。ニューケインジアンにそう言われ、お兄ちゃん国王が試しにバルブをひねると、古典派経済学者はこう言いました。バルブをひねっても、水は流れてこないか、あるいは大洪水を起こすぞ。どっちやねん。仮に、水が流れてきても一時的で、そんなことをしたら生産力拡大を阻害してしまう。生産力拡大には反対しませんが、それは水がちゃんと流れるようになってからにしてください。次に、オールド・ケインジアンがやってきて、こう言いました。ダムの水を使うのはいいアイデアだが、バルブをひねっても、田んぼに水が流れてくるとは限らないぞ。そうですね。水が流れ着くには時間がかかりますから、あなたのポンプで、水を流してくれると助かります。いやいや、水は田んぼに流れ着かないから、水を流すのは俺のポンプで調整するよ。え、でも、国まで水が流れ着いても、ポンプで水を流し続けたら、田んぼが水浸しになってしまうから、その時になったら止めてくださいね。いや、むしろお前の方が止めろ。田んぼに流れる水の量は、全部俺の方で調整するから。それって、ダムのバルブで調整するより、かなり難しいと思うんですけど、私としては、流れにくい田んぼに流してくれるだけでいいんですが。うるさい。お前は俺が田んぼに水を流すのに反対なんだな。今度は、マルクス経済学者がこう言いました。お前が水を流しても、その水は地主たちが溜め込んでいるだけじゃないか。ずっと水を流し続ければ、地主たちもわざわざ溜め込んだりしませんよ。それに流れた水は、貧しい農家の田んぼにも流れてきていますよ。いや、この水は、この前雨が降ったせいで、断じてお前の流したダムの水じゃない。そうこうしていると、お兄ちゃん国の役人が、将来の水不足に備えなければいけないと、せっかく流したダムの水を、途中で吸い上げてしまいました。お兄ちゃん国は、
再び水不足の恐れが出てきましたが、経済学者たちは、一斉にこう言いました。それ見ろ。お前の言ったことなんて、デタラメだったじゃないか。とまあ、こんな感じの流れね。あまりにバカバカしすぎて笑えねえ。悲しいけど、これ現実なのよね。あとね、ダムの水には限りがあるだろっていうなら、水が足りないなら、国が国債発行しろで終わりよ。こんなアホみたいな経済議論を、マジで20年もやってるんだな。この例えを聞いても納得しないなら、何を言ってもお手上げだわ。おらこんな国嫌だ。私だって嫌よ。今回は、ここまでにしましょう。それじゃお兄ちゃんたち、まったねー。